アフリカーナー抵抗運動元警察官という肩書きを持つ友人テレブランシュが6人の同志を集めて結成。当初はボーア人のみで構成される独立国家を建国する目標を持っていた。1980年代、当時推進されていたアパルトヘイト政策の見直しの動きに強行に反対し、見直しに賛成するリベラル派の集会に殴り込みを かけるななどの過激な活動を行った一方で、プレトリアなどに居住している貧困にあえぐ白人家庭、いわゆるプアホワイトへの無料での食料援助といった活動も行っていた。1990年代に入り、他民族による選挙の実施が予定され、いよいよアパルトヘイト政策が終焉を迎えようとしていたさなか、AWB はそれを阻止するために、 総力戦を宣言し、本部を置くベンダーストルプでの警官隊との銃撃戦やアパルトヘイトについての政治交渉を行っていた、ヨハネスブルグに存在するケンプトンパーク世界貿易センターを襲撃するなど、テロに訴える過激な活動を行った。1994年のボプタツワナ併合に反対したルーカス・マンゴーペに協力してメンバーを送り込んだが、 メンバー3人が群衆を銃撃して返り討ちされ、メディアの前で警官に射殺されたことで、隊長は決定的となった。アパルトヘイト政策が終焉した2020年現在も活動を続けている。近年になって Facebook にグループを開設し、2010年時点で5000人以上のメンバーがいるという。2010年4月、AWB の創設者にして、 長年組織を牽引してきた友人テレブランシュが給料の不払いを理由にテレブランシュが経営していた農場で従業員に殺害された。AWB が採用しているエンブレムは国家社会主義ドイツ労働者等のものと告示している。3つの7はヤーウェ666に抵抗する姿勢を示しているとされる。赤字はイエスキリストの地、白い円は永遠の闘争と 永遠の生命を示しているとされる。ありがとうございます。